はい、皆さんこんにちは、村長です。今まだお盆休みの方も、そしてお盆休みが短めで終わった方もいてると思います。8月の15日お盆の真っ最中に九州の宮崎県の方の演歌歌手さんのレコーディング、それをやりましたので、レコーディングデータをコンピングしてミキシングに入っていくところ、その流れを今日はお見せしたいと思います。動画を2回に分けて見ていただく予定をしています。今日の前半の方はレコーディングしたものをスタジオ1でいうレイヤーに並べていいとこ取りをしていく実際のコンピングというのを見ていただきます。それではレコーディングの様子からお伝えしましょう。簡単に動画を撮ってありましたので、それをちょっと聞いていただきましょう。九州のスタジオの画面です。僕は今奈良でいています。こうやって遠隔で聞きながら、こちらから歌い方などのアドバイスをしてレコーディングをしていただくということです。以前は僕の方で録音を回していたんですけれども、宮崎のスタジオさんの機材がとってもよく、ゲインなどもうまく取ってくれるということもありまして、今は録音は九州の方で回しています。それをテイクごとにデータをいただいて僕の方で編集をするということです。どんな様子だったかちょっと見ていただきましょう。はい、撮っていきますので3回目お願いします。はーい。はい、こんな感じでレコーディングを進めました。ではもらったデータをどのように整理していくか、その作業を見ていただきましょう。今画面にあるのはレコーディングのために準備したトラックです。でもこのトラックにボーカルを乗せてしまうと、 MIDI で作ってあるデータなどがあって CPU の負担が大きいですので、オケとして書き出したもの、それを使ってオケとボーカルの2ミックスとして作業をしていくようにします。今の時点で工夫としてしていることは、ちゃんとアレンジトラックにイントロ A、B というふうに入れておくと、スタジオ1では再生などがとっても便利にできるようになっています。例えば B のセクションから聞いてみようと思った時は、この B のところをダブルクリックすると、そこから聞くことができます。このように簡単にプレイ作業ができるので、必ずアレンジトラックは作っておく方が作業効率がいいです。そして今は仮歌が入っています。このトラックをどのように簡素化して作業をするのか見ていただきましょう。トラックに録音のデータを並べました。黄色のトラックがガイドメロも入ったオケです。そしてそこから下、赤いところがボーカルなんですけれども、ボーカルの下にテイクがあります。そして今赤いトラックには一番いいであろう最後に撮ったテイクを上に上げて赤くしています。それ以外は部分撮りもありますし、部分撮りというのは一番下のトラックです。1番と2番はないですよね。3番だけを歌ったトラックです。そして一番上側のレイヤーは先頭のところが抜けています。これはちょっと練習に声出ししたようなものです。こういうのも撮っておくことによって、案外ラフな気持ちで歌ったテイクが良かったりというようなこともあるので、全部の歌ったものをレコーディングしてもらっています。最初は
これで何をするかというところなんですけれども、この状態で音を聞いてみて絶対使えないところ、そういうところを削除していきます。それをするとですね、それ以外のところは使えなくもないというテイクになるので、これ自身は僕のやり方ですので、このやり方が 100% いいかどうかは分かりません。皆さんがどのようにやられるかというのは個々の手法もありますけれども、僕はダメなところを今回は削除するという方法を取ります。じゃあ先頭から聞いてみましょう。私の夢の野辺に咲く希望の明かり燃やそうと、はい、燃やそうとで声が裏返りました。こういうところがありましたらこのように選択をします。これはもう使えないということなんで歯抜けにさせます。続きやります。海を見つめる白い花、ああ浜湯の花、浜湯はどこに咲く、優しい心思いやるあなたの熱い胸に咲く平和な世界作ろうと、虹を眺める白い花、ああ浜湯。はい、NG との判断なんですけれども、僕は頭の中で音程というのは後で直せるというのがあります。そしてタイミングも直せます。ですからそこはあまり気にしないで今聞きました。それよりも声が裏返ったり感情が出てなかったり、そういうところを NG にしています。他のトラックに進む場合は次のトラック、これを見てですね、上と入れ替えをします。はい、このようにしまして、次はこれを聞いていくというふうにします。もちろんこのように先頭がないようなテイクもいいところがあれば採用しますので、これも聞くということになります。これで作業を進めますが、この部分は皆さんの動画には割愛させていただきます。やり終わったところから見ていただきたいと思います。はい、コンピングの前処理が終わりました。いわゆる完全 NG な部分、それをですね取り払いまして、これから本当にいいところを探っていきます。この時に少し気をつけないといけないことがあります。先日からミックス FX、 これにコンソールシェーパーや CTC1 というアナログミキシングコンソールのソフトウェアを入れました。これはですね、クロストークといって隣に音が漏れたりですね、いい意味でアナログの実機を真似てとても自然な音になる、そういういいところがあるんですけれども、コンピングをしたりするときには他のところからの音漏れが聞こえて声が二重になったりしますので、その部分は編集には困るので、ミックス FX のところでなし、これを選んで作業することを確認してください。そうしまして、実際のコンピングというのはどのようにするかということですけれども、一つのフレーズずつでいいところないかというのを探っていきます。まず今入っている音を聞きます。浜湯はどこに咲く、はい、ここまでですけれども、下側のこの部分 OK 残った部分が2つありますよね。この2つを聞きます。
オルトキーを押しながら押すとですね、ここから後ろが聞けますので、浜湯はどこに咲く、はい、これの方が迫力があります。下側、浜湯はどこに咲く、はい、これがいいですね。もう一度確認します。浜湯はどこに咲く、浜湯はどこに咲く、ちょっと強いかな。もう一度、浜湯はどこに咲く、はい、ここはやはりこのまま行きます。次行きます。雨風耐えて根を張って、下側、雨風耐えて根を張って、その下、雨風耐えて根を張って、雨風耐えて根を張って、雨風耐えて根を張って、はい、ここでですね、喉の音がこの部分で鳴ってるんですね。これいいなと思ったんですけれども、ちょっと上が、雨風耐えて根を張って、雨風耐えて、低の音を僕は気にしています。雨風耐えて根を張って、雨風耐えて根を張って、はい、このレックボックス3というかテイクの一番上側、これを採用しますので、ここをなぞるようにこうして選択をします。このように入れ替わります。次のところ行きます。私の夢の、はい、ちょっと夢がひっくり返りそう。私の夢の、脳の音程がおかしいです。私の夢の、どれもちょっと気になります。私の夢の、私の夢の、脳が強いですね、やっぱり。私の夢の、これはこのままいきます。のべに咲く、くがちょっと頼りないです。のべに咲く、いいですね、これ。のべに咲く、これもいいです。のべに咲く、はい、のというところが良かったので、一番下のテイクを採用します。 B メロいきます。希望の明かり、希望の明かり、希望の明かり、これちょっと消えてますね。希望の明かり、はい、ちょっとお気に入ってます。希望の明かり、希望の明かり、希望の明かり、はい、これ採用。ここは歯抜けになっていいところが少ないです。やはり歌いにくいところなんですね。聞いてみます。燃やそうと海を見つめる、はい、ここ生かさないとしょうがないですからね。この前、燃やそうと、いいかな、これあげます。そしてここはこれしかしょうがないですね。このようにしながらいいとこ取り、いわゆるコンピングという作業をしていきます。これもこの方式で2番3番と全部をやりますので、ここの部分は割愛させていただきます。また終わってから皆さんに見ていただきます。コンピング作業が終わりました。赤や青や黄色というふうにですね、華やかになっておりますが、
ざっくりできましたので、さらっと聞いていただきましょう。どんな風になったかですね。浜ゆはどこに咲く、雨風耐えて根を張って、私の夢の延べに咲く希望の明かり、燃やそうと海を見つめる白い花、ああ浜ゆの花。はい、カウントを取ります。浜ゆはどこに咲く、優しい心思いやる、あなたの熱い胸に咲く平和な世界作ろうと、虹を眺める白い花、ああ浜ゆの花。はい、こんな感じで全体のチェックをしてください。これらを一旦は一つにつなげてしまいます。はい、このようになりましたので、これをバウンズします。コントロール B、 このようにして一つのリージョンにしてしまいます。そしてここからメロダインをかけます。コントロール M、 これでメロダインがかかりました。ここから音程の修正をしていきます。このキーは波長調です。 C メジャーでいいかというのをチェックします。 C メジャーを選択します。 G メジャーになっていましたので、メロダインが誤認識してしまったようです。先頭から見ていきます。見ての通りちょっと音程に難がありますね。これを合わせていくの、どのようにすればいいのか。今一番上のところにこのようにですね、ガイドメロから音を作ってちょっと聞いていただきますね。ガイドをオーディオにしてあるわけですね。そしてこれにもメロダインをかけています。皆さんはここからですね、そう簡単ではないんですけれども、メロダインの最上位バージョン、スタジオというのを持っていると、2つのメロダイントラックを同時に確認できるようになります。ちょっと見てみましょう。このようにありますけれども、ここで2つのトラックが見れるようになります。メロのトラックも一緒に見てみましょう。これがメロのトラックです。銀色で表示されています。これに合わせていくようになります。ただし、今回は演歌です。ですからかなりしゃくったりしている部分がありますので、完全に当てるのがいいとも言い切れません。ちょっと先頭だけ聞いていただきましょう。ここはそのままミュートにしておきます。浜ゆはどこに咲く。はい、このしゃくりの下はいじらない方がいいですね。そしてこれを上げていきます。今タイミングにもある程度は問題がありますけれども、それはちょっと無視します。はい、ここでわーっとこう上がってるんですけれども、ちょっと聞いてみます。はどこ。はい、わーっと上がるんですね。これをうまく活かせばいいと思いますので、ここでカットします。そしてこのお尻上がりの部分をここに当てます。浜ゆはどこに咲く。はい、このド
夕はどこに咲く。はい、いい感じですね。はい、もう一度聞いてみましょう。浜夕はどこに咲く。はい、よくなりましたね。オケと一緒に聞いてみましょう。浜夕はどこに咲く。このようにして音程を直していくわけです。まあここのところもですね、僕はメロダインに対しての動画もたくさん作っています。ただしですね、やり方が分かってもここの部分は自分の耳、そして感性、それも演歌ということを頭に置いたやはり経験というかですね、それがないと綺麗に当ててしまったら、これはもう演歌の雰囲気が変わってしまいますので、そこらのところは勉強が必要かも分かりません。特に今のグッとこの上がったところですね、ちょっと真ん中より上がってますけれども、まあ、これぐらいかな。もう一回、夕はどこに咲く。はい、この動画ですね、いじりすぎると問題があります。これでやるとですね、ドッと、これもしゃくってるんですね。ここまで上げるといいかどうかは分かりません。はどこに咲く。はい、ちょっとお気に入ってる感じがしますので、ちょっとフラットにしておきます。はどこに咲く。こんな風にしながら音程のチェックをしていきます。またここも少し割愛させていただきます。はい、メロダインの作業が終わりました。ピッチ、いわゆる音程とリズム、これを調整しました。先ほども言いましたように、この音ありますね。この音は本来楽譜上では上のミーの音なんですね。ここなんです。はい、浜夕はでもこれは最初からしゃくらせています。浜夕は、はい、ちょっとこれではしゃくりすぎって感じがしましたので、ちょっと上げます。浜夕はどこに咲く。このようにしながら調整をしました。それでは聞いていただくんですけれども、その前にここにボーカルライダーを入れました。そしてオケのトラックとサイドチェーンをしましょう。これですね。これでサイドチェーンがかかりましたので、右のセンシビリティのノブも効くようになります。オケに合わせて埋まらないようにボーカルのボリュームを自動制御することができます。ちょっとこちらの方に寄せておきます。じゃあ聞いてみましょう。メロダインの動き、これも見てください。そして皆さんはスタジオというバージョンをお持ちの方はほとんどいないと思うんですけれども、スタジオバージョンを持っていて便利なのは、ガイドメロのトラックを重ねて見ることができますから、これの編集作業は何倍も早いです。例えば直す前というのはこんな感じだったんです。そしてこれを直したのがこれですが、ここに細い感じでガイドが出ていますよね。このガイドというのはそれに合わすようにこれを載せればいいわけです。目安になってとっても編集が早いです。ではこれで聞いてみましょう。左のボーカルライダーの動きも見ながら聞いてみてください。私の夢の野辺に咲く希望の明かり燃やそうと海を見つめる白い花
はい、このようにメロライン作業をしました。これからがミックスに入っていきますけれども、ミックスはちょっと動画を分けて次の機会にしたいと思います。でもここにですね、先日もお話ししましたようにミックス FX ということで CTC1 これを入れます。これを入れるとミキサー自身がアナログコンソールに切り替わります。そしてこのようにクロストークというので隣と隣のトラックから音漏れをわざと発生させて、よりアナログっぽいミキシングというのをやります。このキャラクターでざっくり音を作るところだけ見てください。2番から聞きます。甘ゆはどこに咲く、優しい心思いやる、あなたの熱い胸に咲く平和な世界作ろうと、虹を眺める白い花、ああ甘ゆの花。これでバイパスと聞いていただきます。甘ゆはどこに咲く、バイパス、溢れる笑顔、もうちょっとボリューム上げます。みんなの幸のそばに咲く、仲間の絆深めようと、バイパス、入れます。あ甘ゆの花、はい、今日は九州とレコーディングをして、そしてテイクデータをコンピングという作業をしてですね、その後メロダインをかけて音程とリズムの調整をしました。その実際の実践ですね、来月 CD として販売されることになっておりますけれども、その編集状態を見ていただきました。今は2ミックスの状態にしていますけれども、ボーカルが仕上がったらまた復活させてですね、各トラック、それをこのように表示させます。今はミュートしていますけれども、またオケの調整などもありましたらやっていく、そういうミキシングの流れを次回は見ていただこうと思っています。ぜひよかったらチャンネル登録などをしてベル通知などもしていただいて、次の機会をお待ちください。村長スタジオでした。